はい、みんなこんばんは、たけしです。今日は正規社員と非正規社員、契約社員とかね、パートの方との間の格差、あと男性社員と女性社員の間のね、格差、特にお金に関する格差について、グラフ使ってちょっと見ていきたいなと思ってます。みんな最近ね、格差社会、格差社会って言うけれど、実際どれぐらい格差あるのかってね、なかなか目で見る機会ってないと思います。このね、Google ジャムボードを使ったら、この、機械というかね、このガジェットというかね、この、ボードの中で画像検索ができて、 Google 的に利用使っても OK、 利用許諾、されている画像をね、引用することができるので、今日はいろんなグラフちょっと引っ張ってきてみました。お金に関する、それぞれね、正規非正規、男性女性の格差ちょっと見ていきましょう。まずは最初、このパネルお願いします。はい、これは正規雇用と非正規雇用の推移ということで、このグラフから分かることっていうのは何かというと、もうシンプルに一つですね、非正規雇用者の、割合、数が右肩上がりで増えてると。もともと2002年で、最初は2017年までのグラフなんですが、非正規社員の、グラフが右肩まで伸びてると。これなんで非正規社員、いわゆる契約社員とかパートの方の人数割合っていうのが増えてると思いますか？これやっぱり一番の原因は、日本経済がね、バブル崩壊で、沈んでいった、そのことに、起因するっていうのが大きいんですけれど、法的にはやっぱり解雇規制っていうのが、すごく、重要な役割を果たしてるんじゃないかなと思います。解雇規制っていうのはね、会社は、従業員、労働者、特に正社員の、をクビにすることができないとか、整理解雇する場合は、厳重な4つの要件を満たさないといけないというね、いうような決まり、なんですが、なかなかね、これがあると会社ってやっぱり人を雇うときに、バブルの前はね、イケイケどんどんでわーっといってね、いっぱい人も採用して伸ばしたのが、急にあんなガターンって下るようなこと、やっぱり経済ってあるので、そうなった時にいざ首が切れない、わーわーってなったら、ちょっとね、企業も恐怖症みたいになってしまって、いや、もう正社員ちょっとこれ雇えないよね。やっぱり契約社員だったら1年とかね、2年とか3年とか、期間があるので、仮に自分の会社が傾いた時に、契約終わりにしてもらえるかとか。あと、派遣さんとかでもね、やっぱそのスポットで助けてもらうことができるので、そういう柔軟な働き方とかね、企業にとっての使いやすい、そういう契約社員とかパートとかね、あと派遣さんとか、そういう非正規の社員の方が伸びていったというような、ここ2、30年の歴史的な背景があります。日本経済が弱かったせいでね、かつもうすでに入社してしまっている会社の正社員、そういう人の生活を守らないといけない。いろんな労働法の規制によってね、そこはもうがっちり守られているので、割を食ったといった言い方、あれ正しいのかわからないですけども、そのね、しわ寄せが、契約社員の方とかパートの方に、ぐっとね、いってるというような感じが今の日本の、現状です。実際お金どれぐらい変わると思いますか？これね、俺もちょっとグラフ見てびっくりしたんやけど、こんな違うんやというような感じで、異なってます。これちょっと見てください。青色が、正規社員、赤色が、非正規社員のお給料、賃金ですね、2018年度厚生労働省の統計をまとめた表になります。これ、男女合わせて見た場合というのは、これざくっとね、平均の差額が、120万円ぐらいあるのかな、120万円ぐらい年間で。約3分の2、3分の1のね、差があって、それぞれそんな感じになってますけども、男性で見てもここの間に約120万円の差がある。女性で見ても正規非正規の間には、ここに、ここは120万もないけども、80万ぐらいの差があるというような感じでなってます。入社する時の、契約の仕方で、もうそこの一点だけで、正社員として入った人は、ちょっとその後、出世もするということで高くなる。一方で、契約社員とかパートで一度会社に入ってしまうと、もちろんね、そこから正規に転換ということもあるとは
とは思うんですけれど、まあ、なかなかねそういうチャンスがない方も多いので、その場合は、まあ、出世のね道が閉ざされて、ずっと低賃金で働かないといけないみたいな、そういう負のスパイラルに入ってしまう、そういうグラフになると思います。これね次男性別女性別ちょっと性別に分けて正規非正規の給料を見てみましょう。はい、これ男性の賃金なんですけれども、上の太い線が正規労働者正社員のお給料平均になります。下の薄い線、これが非正規雇用者の線になります。これね見てもらったら分かると思うんですけれども、スタートここはそんなに差はないですよね、正規で入っても非正規で入ってもまあ、ちょっとはね差ある、まあ、ボーナスの差とかになるのかな、なんかそういう差あるんですが、これ50代まで行くとここの差がやっぱりもうガッと開いてしまう、これ見てもらったら分かると思うんですが約2倍違いますよね。約2倍、入り口ではほとんど差がなかったんだけども、働けば働くほどこれ正社員の方はまあ、いろんなポストが用意されていて実力に応じて出世できる、契約社員の方はなかなかそういうルートには乗らずに、まあ、なんていうのかな、ベースアップにとどまるぐらいの感じの状況になるんでしょうか。次女性の、グラフ見てみます。これもね女性、上側が、正規、雇用、正社員の方のお給料です。で下が、正社員以外非正規の方のお給料、ということになってます。これも年収なんですけれども2018年、厚生労働省発表の資料に基づいて作られた、グラフになります。20代前半はねこちらもまあ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 差は男性よりかはちょっとあるんですが、一番差が開くのは、ここでもね50代60代前半ぐらいのここの差、女性の場合はね男性と比べるとちょっと、差が、比率としては小さいですけれども、それでも約3分の1ぐらいの差が出るのかな、この高さとこの高さだから、まあ、2対3ぐらいのそういう割合になってるんじゃないかなと思います。はい、これが今2018年今統計が上がってきている最新のデータということになってます。はい、次男性女性社員の格差ということで、今の話はその入社した時の契約の話ですね、契約書を書く時にいわゆる雇用期間がないということになれば、まあ、正社員ということですし、まあ、雇用期間が例えば1年2年ということで、まあ、決められている場合は、まあ、契約社員、もしくはシフトがもうちょっと時間が短かったりスポットでパートというようなねフルタイムじゃないパートタイムで入るようなケースがあるんですが、まあ、その場合は非正規ということになってああいう格差が生じているというのが現状です。じゃあ次男女その性別が違うだけで、どれぐらいお給料に差があるのかっていうところ、これも日本ちょっと驚きの結果になっているので、よく見てみてください。さっきのねチャートそのまま使わせてもらいます。左側が男性、右側が女性です。これパッと見そんなに差がないように見えるんですけれど、300万円のとこでライン引いてみましょう。左側は男性ですね。男性の300万円のライン、ここです。はい。一方で右側、女性ですね。女性の300万円のラインってここになります。全然違いますよね。左側男性、まあ、正社員で入ったら、30代前半もしくは後半ぐらいでここのね年収300万のところを超えてくるケースが多いです。一方で女性、もう女性はここ切っといて、女性はここピークで300万やっと乗るというね、これ男女差これだけでもすごくわかるんじゃないでしょうか。で、こうやって見るとね、やっぱり女性のここが、まあ、全然カバーされてないなというか、女性の非正規の方ですね。ここ。
ここの層に関しては、やっぱりそのルートがないということだったり、あとね、多分会社としても最初入った段階が契約社員とかね、非正規だったから、まあそのままずっと、その状態で働いてて、仮に能力がアップしたりスキルがアップしたりしても、なかなか転換を認めないっていうね、そういう実情があるんじゃないでしょうか。これ女性と男性の格差に関しては面白い、これ記事調査があったので、これ引用してみます。日本がね、やっぱり遅れてるんですよね。日本の男女平等度合いを分野別に見るとということで、これまず政治の分野で見ると、あれですよね、149カ国中125位。これ最近男性と女性の議員のね、国会議員の差とかね、自治体の議員の差があまりにも違うので、そこをできるだけ等しくしましょうみたいな、そういう、政党とかに努力義務を課す法律が制定されたんですけれども、やっと制定されたかって、海外はもっとそこを進んでて、やっぱりね、社会の人員を代表する、で男性と女性ほぼ半分ずついるので、議員もね半分ずついるべきでしょうみたいな、そういう議論がね活発になされてて、日本はねここが特に男性が多すぎるということで、今回得点125点になってます。他にもちょっとここね、パッと見ていきますけれども、経済に関しては117位、あと教育に関しては65位ということでね、経済、その働く職場はいまいち女性と不利なんですが、教育はまあ言っても65位って、相対的に見るとまだマシみたいな感じになるんですかね。あとは健康格差に関しては41位ということで、いまいちで、総合これ衝撃の結果ですね。149カ国中110位ということで、まだまだ日本、世界的に見ても男女の格差、そういうものが残っている国ということで、国際的に見たら評価されているようです。ということで、最後、これからどうなるということなんですが、今、取り上げた2つの格差、これから5年、10年、もしくは15年、20年でどのように変わっていくと思いますか。人類の歴史ってやっぱ格差が生じて、それを埋め合わせて、それを埋め合わせたらまた別のとこで格差が生じて、で、それを埋め合わせて、決してね、格差がずっと広がっていくわけじゃなくて、平等の方に働く、力が働く時もあってね、あっちに格差ができたらこっち平等にしてみたいな形で動いていくんですけど、このね、2つちょっと、俺なりに予測してみました。これどうなるかっていうと、まずね、従業員格差に関しては、言えることは、正規不正規の格差は縮小していきます。正規不正規の格差は縮小。これどういうことかというと、契約時に正規だったか不正規だったかってね、その形式の差だけをもって、今はガーッと開いて、さっきグラフ見たようにね、ガーッとね、出世の道が全然違って、思いっきり差開いてたっていう、そういう事実があるんですが、今後はね、ここ変わっていきます。分かりやすく言うと、例えば2020年4月1日からね、始まる同一労働同一賃金、そういう法律によって底上げがなされたり、もしくはその両者のね、差が同一労働している限りは同一の基準当てはめましょうという、そういう動きがもう社会の中で起こっていくので、こういうところは是正されていくと思います。一方で、これも大切なんですが、実力差での何々は拡大って、これ何が拡大するかっていうと、もうこれもね、多分確定でしょうね。給与格差、正規不正規っていう、そういう形式面での取り扱いの差っていうのはなくなっていく一方で、同じ正規の中でも、もしくは非正規の方でも、実力がある方はどんどん稼ぐみたいな感じで、給料格差っていうのは今後ますます広がっていくんじゃないでしょうか。要は形式的には、形式的な取り扱いに関しては、変な差別みたいなものはなくなるけれども、中身の部分において、格差が広がっていくというような感じになっていくと思います。で、そうなったことの、今後の、課題、帰結としては、これもあるあるなんですが、税負担の割合ということでね、やっぱりお金の格差がバーッと開くと、お金あんまり稼げてない人からしたら、いやいや、もう稼いでるやつが税金払えよってなりますし、稼いでる方からしたら、いやいや、なんでお前らのそんな施設とか作るための税金俺が払わなあかんねんみたいな、ことになって、それってもう本当に人類の歴史、昔から延々とね、
繰り返されてきた歴史ですね。例えば今累進課税って言ってね、例えばお給料でもあんまり、お給料が低い人はそんな税率低かったりするけれども、一定の基準を超えちゃうとお給税金むちゃくちゃ高かったりします。これ今累進課税って最大どれぐらいかみんな知ってますか？最大の累進課税って今ね、所得税で45%で、住民税で10%ということで、お給料稼いでもね、もうザクッと55%持ってかれます。55%結構大きいよね。まあ、稼いでるからええやんっていう話もあると思うんですが、まあ、例えば1億円稼いだら5500万円、まあ、本当はね、そこ階段式になってて直ちにそういうわけじゃないんですけども、一定はみ出た部分の1億円に関しては5500万円が税金かかるというような感じで、残るの4500万円だけみたいな感じになっています。ただね、これでもね、今緩くなったの。緩くなった。昔昭和50年代とか一時期累進課税80%っていうね、80%税金で持ってかれるみたいな、日本でもね、そういう時代があったんですが、さすがにそれだとね、お金稼ぐ人が、いや、それだったら俺もう働かんでええわみたいになっちゃうから、ちょっとずつ80%ぐらいだったのが、まあ、ちょっとずつ下がってきて、今現状は、55%っていう感じになってます。これもね、国によって違って、時代によって調整されるとこだから、まあ、今後いろいろと変わっていくことにはなると思うんですが、どこで、まあ、国を動かすためにはね、やっぱりお金必要なんで、誰にどう課税するかっていうね、そういう問題、まさにここのね、給与格差に起因して起きていくんじゃないでしょうか。次、従業員格差ということでね、まあ、従業員のその性別格差ですね、男性女性、その格差は縮小していきます。これね、男性女性の格差が縮小していくと、これもね、あるあるの問題が生じるんですけども、それは何が生じるかというと、逆差別の問題ということで、逆差別という言葉聞いたことありますか？これ例えば、アメリカとかでね、昔黒人の人が差別されてたということで、じゃあ黒人の人を差別なくそうって、ただなくしただけだとね、ただずっと立場が弱かったんで、じゃあ例えば大学の入学とかもね、もうちょっと積極的にサポートしようみたいな感じで、まあ、そういう措置を取っていくと、一定を超えると、あれ、それ黒人の方がただ有利に扱われてるだけやみたいなね、そういう話にもなってきて、またね、新しい議論が起きます。だ男性女性ね、今いろいろとその、例えば雇用の機会とかに関しても法律ができたりとか、育児とかね、そういう休業に関してもね、法律ができたりとか、まあ、いろんなその社会に対するね、参加の仕方についても法律ができたりとか、で今回はその議員のね、数も合わせていこうみたいな法律ができたりとか、その女性のいろんなね、チャンスを大きくしていこうっていうね、そういうムーブメントはね、もうずっとここ何十年で続いてきてるんですが、まあ、これもね、どっかの段階までいくと、あれ、それってなんで、例えば選挙にしても、あれ、男性100票で落ちるのに女性は50票で受かるみたいな、それって逆差別じゃないみたいな議論が、まあ、今後どっかの段階で、まあ、リバースして起きていくんじゃないかなと思いながら見てます。はい、今はね、まだまだ今の日本の課題としては労働力不足っていうところがあるので、女性の方がね、社会に出て活躍してバンバン働ける素地作っていくことはすごく大切だと思ってるので、まあ、引き続きね、この女性の、まあ、社会への参加っていうのは広げていくべきなのかなとは思いつつ、まあ、どこかの段階で、こういう逆差別の問題も生じるのかなと思いながら見ています。ということで、今日は格差について話してみました。正規、非正規っていうね、そういう形式での取り扱いの差、あとはね、生まれながらにして変えられない男性女性とかね、そういう性に関する取り扱いの差、両方ともね、なくなれば一番いいという、まあ、ただそういうね、単純論では割り切れない部分もあったりして、なくなればいいんですが、そういう単純な話ではないというところでね、いろんな実質的な差があったり、形式的な差があったり、ここはね、ものの、特にお金が絡んでくるとね、お金の配分の問題も絡んでくることになるから、まあ、本当に議論が起きるところで、みんなが納得できる結論というのはすごく妥協点難しいと思うんですけども、皆さんは、この動画に関してどんな意見感じましたか？ぜひね、コメント欄で皆さんの意見聞かせてもらったら嬉しいです。いつもね、コメント全部読んでて、いろんな、示唆を受けて、ためになっているので、ぜひコメント積極的に書いてください。はい、ということで今日の動画はこんな感じで終わります。また。はい、ということで、格差。はい。格差。僕、あれでしたね。正社員になったのって、32、3歳の頃なんです。それで初めて僕正社員になって。そっからスタートなんで、もう300万どころじゃないですよね、スタートが。もう最初からもう格差感じまくりながら格差感じてました。
働いて、同じ30代でも、うんうん、やっぱり稼いでる人はもう僕の友達も1000万とか稼いでたんで、もうその時点で、うん、で僕はもう正社員の一番最低限のスタートから始まってたんで、うん、もう格差の、うん、格差祭りでした、格差祭り俺22ぐらいの時、23歳かな、なんか派遣の会社で働いてて、派遣っていうかなんか現場の派遣、あの現場設営とかさ、引っ越しとかさ、あの工事現場みたいなとこで、でそこでバイトで働いてて、受給1000円でなんか飛ばされていって、なんかガチャガチャってしてやってたんやけど、あのリクルートしてくるのね、上の先輩が、うん、おい岡野お前正社員ならへんかって言って、あそうですね、うん、すぐ断ってた、なんでならなあかんねんと思ってだって社員楽しそうじゃないんやもん働いてて社員バイトやったらはっきり言って適当やしさ、あそうですね、うん、いつでもなんかやめるみたいな、シフトもさ行きたい時だけ入れるとかできるやん、あ確かに、うん、だから全然そっちの方が良かったから、何回か誘われたけどすいませんって断って、で辞めたその会社、ああそうなんですね、うん、でも俺その時めっちゃ思ったのが、あのいわゆる現場に行くって言ったら、外でさ事務所に、新宿に事務所あったんやけどさ、うん、集合してさ、はい、で例えば幕張メッセとか行くわけないよね、朝早くて、うん、で俺途中から中のコーディネートする側に入ったの、あそうそう、あのいわゆる受付の中で、なんでかってパソコンがちょっとできたから、でみんなその現場のさ荒々しい男たちやからさ、あんまパソコンとか得意じゃなくて、俺バイトなんやけど中に入ったのね、んなら一気に空気変わって、うん、そっちの先輩の荒々しい男の人たちから、うん、あお前そっち側なみたいな違う世界みたいな、そうそう、あお前そっちなんやみたいな感じで全然変わったんすね、変わった変わった、時給は変わらんかったけどね、なんかあそうなんすね、会社の中にあるねんなそんなんと思った、あ、うん、じゃあ今の会社、いろんなみんな今行ってる会社でもそういう空気ってあるんですかね、そういう空気あるんちゃう、やっぱどこは、うん、どこどこの部署はどこどこでとか、どこどこの係はちょっとあれでとか、うん、いうのがやっぱあるんやろうね会社の中、そこでも要は給与格差もあるってことですよね、給与格差あるやろうね、そこどこの部署は給与いいけど、うん、こっちの部署はうーんみたいな、それあるやろうね、ありますよねきっと、うん、怖いな人間の社会って、いやー、うん、格差は、いやお金絡んだらねやっぱりそうですね、うん、揉めるから、そうですね、うん、はい、ということで、はい、いやでもまあみんなのね話この辺どう思うのかなって、本当立場によって見るもの変わるからさ、そうですね、いやいやそんなん正社員と非正規なんか責任の重さ違うしさ、例えば配点とかさ、うん、転勤とかさ、そういうのも違うしさ、そんなん違うの当たり前やんと思う人もいればさ、いやなんでそんな実力一緒やのにさ入った段階のあれだけでこんな差がつくねんと思う人もいるやろうさ、そうですね、うん、ありそうですね、うん、はい、という感じで今日の動画終わりにしたいと思います、はい、はい、みんなまた、ありがとうございます。